送ってる。よし、うっ、よし。おお、ちっちゃいな、これもまた。20センチあるかないかだよ。こんなちっちゃいバスよ。またこのサイズだよ。この大きさ。ちっちゃいねー。おい、おっちゃんです。さっきね、仕事終わって退勤後の兆候なんだけど、果たして釣れるでしょうか。まあいいべ。あ、おいちゃんどこ行ったんだ。あそこにいた。反対側にいたのね。すげえな、コイ。何をちょぼちょぼやってんだか。すごいよね。おー、今のバスだっぺ。今のはバスだろう。今のはバスでしょう。今のはバスでないかい。おし、食った食った食った。よし、よし、よし。ほら、やっぱ痛いよ、あなた。なかなかのサイズだよ。よし。おれ。いや、結構いいサイズじゃないですか。やっぱり今のバスだよ。何センチぐらいかな、これ。Thank you.
38センチぐらい。じゃあ写真撮るか。じゃあ写真撮ってプランターメジャーでも乗っけるか。じゃあ久しぶりの大きいバスコン釣れたよ。いや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 、なかなかだよこれ。ちょっとプランターメジャーで測ってみっかな。いい、これが明日だったらよかったな。やっぱね、こういうもんなんだよ。ここでいいか。よいしょ。ようこそ。よし。よし。35センチだな。35.5 ぐらい。ありがとう。よいしょ。よいしょ。はい。久しぶりですよあなた。いいサイズですよあなた。ありがとう。うん。ほれ。どうした？ごめんね、息できなくなっちゃったかな。ありがとう。あれ動かなくなっちゃって気絶しってよ。ありがとう。はい、いやー今日よかったよ。朝出勤前にまあ豆味チックなバスクも1本ゲットできました。10センチぐらいかなあれな。ほんで仕事終わった後あんまり時間なかったんだけど、ちょっとやってみようかなっていう風にね思って、水草の中からね35センチのねバスク1本釣ることできたんだよね。よかったよ。明日ねちょっと用事があるんでね、今日は早めに帰ろうかなと思っています。おっちゃんがね朝晩大小のねバスくんが釣れてよかったなって思う人はグッドボタン、チャンネル登録の方もねぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。いやよかった。でね、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回のね動画でお会いしましょう。サイネー。